妙法戦の分、誰にも止められはせん。宦官どもが粛清された後、国の混乱はひどくなるばかりだ。元凶はあの董卓よ。意のままに帝を操り、欲のままに国を動かしている。このままでは漢王朝は。ふん、帝などどうでもいい。それより戦いはどうした？十条寺と家臣が暴れているというから来てみれば、すでに終わっていただろう。つまらん。俺は戦うためにお前についてきたのだぞ。呂布、あだ名は宝泉。武芸を極め、弓馬に優れた猛将である。その武を丁原に見込まれ養子となった。だが義父の指示も繰りごとも呂布の耳には入らない。彼はただ己の武を存分に震える戦場を求めていた。呂布よ、口を慎まぬか。我らの責務は二度と乱を起こさぬことだ。戦を望むなどもってのほかよ。己の武の誇示をしようなどと思うな。おとなしく都を警備せよ。くだらん。警備など雑魚にやらせればいい。俺は最強の武を天下に知らしめる。そのためにここにいるのだ。董卓殿が呂布に会いたいだと。董卓様は帝の補正役として多忙、その合間を縫って会いたいとおっしゃっているのだ。とても名誉なこと。おお、呂布、ちょうどよ。董卓様がお前をお呼びだ。董卓、俺に何の用？お前に何かをくださるとのことだ。ありがたいお話じゃないか。董卓様を待たせるな。あの強欲な董卓がお前に物を。何か企んでいるな。呂布よ、気をつけろ。奴は必ずよからぬ話。ふん、俺を呼びつけるとは気に入らぬ。まあいい、言ってやろう。奴がつまらん話を持ち出した。即刻切り捨てるまで。奴の話など聞くだけ時間の無駄だ。さっさと行って終わらせるぞ。
もの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。へい、いらっしゃい。毎度どうも。苦しゅうない。もっと地区を寄れ。何の用だ。くだらん話をすれば叩っ切るぞ。リョフよ、わしを切ればお前はずっとこのままの生活を。それでもよいの。何が言いたい。お前の望みは戦いじゃろう。
今天下にはわしのやり方が気に食わんというアホども、やつらはわしと戦いたくて仕方ないらしい。わしの元に来ればそのアホどもとの戦いの最強の武とやらも存分に。ふん、強欲なお前のことだ。その見返りに何を望む？まずはアホを一匹島釣りにあげてほしいのよ。お前の義父提言を切れ。さすればわしに逆らう者は都にはいなくなる。提言を切った暁にはお前をわしの養子にしてやろう。さらに天下の名馬関東をくれてやる。名馬と戦い、この二つが手に入るのだ。提言の命など。一つだけ誓え。俺の戦は俺のものだ。誰の指図も受けん。いいだろう。提言の首。おお、戻ったか、リョフ。して、トウタクの話とは何だったのだ？トウタクが俺を自由に戦わせると約束した。その見返りは、お前の首だそうだ。な、首だと？リョフよ、お前は、わしを切るというのか？物ども、こやつは裏切り者だ。容赦はいらぬ。そっくり叩き落とせ。よふねえ、貴様の所業、必ずや報いを受けるぞ。呂布よ、よ、これでわしの主治肉人の世を邪魔する者はいなく。お前にやった関戸場など安いものだったわ。いやは、勘違いするな。俺はお前に従ったわけではない。俺は俺の部が最強、そのために邪魔な奴を切っただけだ。お前はさっさと俺が暴れられる戦場を作れ。戦場か。今は乱世、力が物を言う時代じゃ。戦いなどすぐに起きる。早晩わしのことを気に入らぬ、その時は存分に暴れるがよい。一人残らず皆殺しにせい。長領、お前も董卓の配下になったのか。さよう。面白い。俺を討ち、提言の仇を取るつもりか。いな、私はただ己が部を震える場を求めただけのこと。ふん、そっちのお前は何者だ？俺は海遊だ。お前もなかなか腕が立つそうだが、まあせいぜい頑張るんだな。董卓軍最強の座は誰にも譲らん。そんな座はくれてやる。俺は俺の戦いをするために董卓と組んだだけだ。お前はせいぜい奴のおもりに励むんだな。なんだと言いやがったな。上等だ。今ここでお前の戦い、来い、ぶっ飛ばしてやる。やめられよ、海遊殿。ここで争っても何の意味もありますまい。いいか、呂布、
どっちが強いかいずれ戦場ではっきりさせて。ふん、小さい男だ。カユー殿の部は口だけにあらず、事実我が軍にカユー殿にかなう者はおりますまい。まあ今のうちに吠えているがいい。最強は俺だと。呂布殿を養子にしてからというものの、董卓殿は以前にも増して都には呂布殿にかなう者はおりませぬ。ふん、豚が一層醜くなったか。だが奴、呂布よ、どこに行っておった。今しがた肝心な時にそばにおらんとは。このなんだと。俺は地を奪ってしまえ。すべてわしのものにするんじゃ。私が出向いてやるわ。ありがたく待ってください。あの戦線、手を貸した方がよかろうな。わしの命を狙って生きて帰れると思うな。暴走のアホを引っ捕らえるのじゃ。ここで貴様らに猛徳を打たせはせん。今命に変えても守ってみせるわ。猛徳、無事逃げてくれ。わしとて無策で乗り込みはせん。逃げ、取っ手に矢を追いかけよう。消えろ。たくしつこく追っかけてきやがって。なので俺様が蹴散らしてやるぜ。やむを得ん。やりやがるぜ。すんません、無事に逃げてくださいよ。ここへ逃げ込んだのも計算の上よ。上へ入れよ。追っ手を足止めするのだ。したことがここ一番で抜かるとはな。バカめ、わしから逃げられると思うたか。貴様は残虐の限りを尽くして罰してくれるわ。呂布、何をしておる。なぜわしの逃げる奴を撃っても。お前がおじい様の義理の息子、呂布？なんて品のない顔なの？お前み、
炎症のアホがグズどもを引き連れてこの洛陽に攻め込もうとしておるらしい。呂布よ、お前の望んだ戦じゃ、奴らをとっとと追っ払え。お待ちください、連合軍など俺一人で十分です。呂布の出る幕はありません。お前こそここで指をくわえて見ていろ。俺の最強の部で連合。グズグズ言わず二人とも出るのじゃ。敵の総大将炎将などただのアホじゃ。さっさと八つ咲きにしてやれ。前線で戦っている。この前へと出て力を合わせねば。ここは要所となる。よし、一つでここを守るぞ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。知れざこども、おお、素晴らしきお働き。彼女に狙いを定めます。さあ皆さん、一緒に参りましょう。もう洛陽はいいだろう。俺も止水艦へ向かう。無念、ここは引かせていただこう。俺は誰にも負けん。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。行くぞ。あの目標、我らの部で制す。
ことが戦のコツよ。敵御殿を攻め、我らのものとするぞ。来やがれ、連合軍の兵ども。俺がいる限り、この止水艦は抜かせねえ。水源の攻略が進んでおらぬ。勝者を用意せよ。わしも止水艦へ向かう。止水艦か！くそ！まず勝者を止めるべきだったか。程度の席も破れんか。まったく、すまんが俺は下がらせてもらうぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損だ。ここまでか。どうだ、この谷は別の戦場で返すぞ。知れざるぞ。さあて、どんな感じでとっちめてやろうか。こりゃダメだ。止水艦を破る前に俺が破れちまった。弱すぎるぞ連合軍。この火油ある限り止水艦は鉄壁よ。俺は誰にも負けん。おお、素晴らしきお働き。ておらぬようだ。ソジュ、兵をまとめ止水艦へ回るのだ。陣に踏み入るとそんな奴らよ。この炎本書が注意してくれよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。おお、素晴らしきお働き。
敵の痛いところをついておった。狙うはあの地だ。行くぞ。違え知れざこども。えい、不定の輩に敗れるとは。この炎本書の名に傷がついたではないか。すまんな。思い知ったか虫けらども。貴様らが束になろうとわしには勝てぬわ。敵将討ち取ったぞ。連合軍など俺の敵ではなかったな。さっさと洛陽に。総督、貴様何を考えている。総督は長安に入った。曹操が奴からは曹操を撃てとの命が来たが。お父様。行くぞ。董卓を切り、俺は俺の戦いを手に入れる。私が様子を見てまいりましょう。
なかったみたいで、おじい様からの罰を楽しみにしてなさい。これでトータコを守る敵は排除しました。あとは奴を追い詰めるだけです。俺は誰にも負けん。団結も寄せつけぬ武勇、さすが宝仙様です。このわしを裏切る気か。俺やつだけにしてくれるわ。活躍の場残しといてくださいよ。リョフよ。宝仙様、これで心置きなく。ああ、もう誰にも邪魔はさせん。俺はこれで挑戦。お前を。呂布殿、この度のお働きお見事でございました。董卓が死に、王政に幕が下ろされた今、この国はようやく。そんなものに興味はない。お前が国を取り仕切るというなら、曹操、袁紹、袁術、誰でもいい。いえ、しばらくは朝廷内を立て直すのが先決です。これ以上戦で国を疲弊させるわけには参りませぬゆえ。なんだと。俺は、俺の戦をするために奴を邪魔をするなら、お前も董卓と同じように切り捨ててやる。ふん。どいつもこいつも臆病な雑魚ばかりか。こんな場所にいても始まらん。俺は、俺の戦ができる場所へ行く。なんという男よ。どこまでも己の部を振るうことしか考えておらん。奴がいる限り、この世に平穏など訪れぬであろうな。ついてきた。私の知る限り、呂布殿こそが最強の武人。私は武人として最強の武のたどり着く先をこの目で見たいと考えております。そうか、好きにしろ。これからどうなさるおつもりか。呂布殿は董卓殿を斬ったお尋ね者。このままでは都より追っ手が迫りましょう。
くだらん。追っ手が来たら斬るだけだ。俺は俺の部を好きなように震える場を探す。今炎章と炎術が争っているらしい。どちらかにつけば面白い戦ができそうだ。ここから近いのは炎術か。承知しました。そういえば霊気殿も共に戦いたいとおっしゃっていましたが。霊気が？あいつはまだ戦を知らん。おとなしくしていろと伝えておけ。しかしあの方の意志は相当固いとお見受けしました。長領、戦いの間霊気から目を離すなよ。はっ。父上、これより私も共に戦います。お前の力などいらん。足手まといになるだけだ。おとなしく下がっている。下がっていろとおっしゃられても、もう私の帰る場所はどこにもありません。ならば鬼神の娘として戦場に立ち、父上の勝利に貢献したいのです。足手まといにはなりません。どうか従軍のお許しを。お前はまだ戦を知らん。下手に動けば死ぬだけだ。俺のそばから離れるな。邪魔だと判断したらすぐに下げる。そのつもり。ありがとうございます。呂布の娘。わしに何の用だ？お前は今炎章と揉めていると聞いた。さっさと兵を出せ。俺が炎章を片付けてやる。何を訳のわからんこと。本所と戦をするには入念な準備をせねばならん。お前のような輩にわしの大事な兵を預けられるか。どうしても本所と戦いたいのならわしの配下となり言うことを聞け。なんだと？なぜ俺がお前の命令を聞かねばならん。俺は戦いたいように戦い、最強を証明するだけだ。暴れたいだけの獣めが。これ以上くだらんことを抜かすのであれば今すぐ出て行け。ふん、つまらん。ならば俺は炎章のところへ行く。戦場であったら容赦せんぞ。炎章様、長炎率いる賊はどうやら炎術から支援を受けているようで。卑劣な奴よ。自らの賊との戦いが長引けば。呂布ではないか。ここは名族炎家の本陣。獣。炎章、お前は今炎術と揉めているそうだ。俺が奴を片付けてやる。炎術など後回しよ。今は長炎を倒さねばならん。そういえば呂布、お前は戦いを求めてここに来たのであろう。ならば我が軍と共に長炎を撃つがいい。どうだ、姉族の軍として戦える。山賊相手か。肩慣らしにもならんがいいだろう。さっさと俺を戦場に出せ。賊どもを。どこまでも不遜なやつよ。まあよかろう。行け呂布。
国産の輩など我らの敵ではない。精鋭たちよ、名族の戦を見せてやるのだ。雑魚が俺に指図する。気に入らん。ああいい、この戦が好きに暴れてやる。ここが手薄となっているな。今より我らで防衛戦を展開するぞ。敵面分不相応な場所、目障りだ。我が軍でもらい受けるぞ。軍の屈強さ思い知らせてやれ。野郎ども、根こそぎ奪っちまえ。抵抗するやつはぶちのめせ。国産衆に襲われております。どうか。相当した。まま国産衆の本拠に向かう。伝令、味方本陣付近に何者かが侵入。我が軍を攻撃しつつ本陣に接近しています。なんだと、国産衆ではないのか。誰でもよい、さっさと追い払え。おじい様の仇、呂布はどこ。白状しないと打ちのめずわよ。性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。野郎ども、ここは俺らの縄張りだ。炎章たちに国産の力を見せてやれ。最強の武を見せてやる。縄張りを奪われちゃった。ここに国産の
な。呂布よ、よくやった。これで賊どもは離散。雑魚を倒したくらいでいい気になるな。このまま奴のところまで攻めろ。何を愚かなことを。少しぐらい活躍したか。炎術との戦はあくまでも堂々と行う。一度国に戻るぞ。これふん。お前も準備なぞ下す。俺一人いれば何もいらん。お前は戦勝の控えよ。呂布、冥族の戦を怪我すつもりか。これ以上勝手なことを申せば冥族の軍から外れてもらうぞ。チェッ、どいつもこいつも腰抜けばかり。もうお前に用はない。こっちから出て行ってやる。これからどうなさるおつもりですか。戦を探すだけだ。炎術も炎症も臆病な雑魚となれば次は曹操か。董卓を暗殺しようとするやつだ。つまらん戦は仕掛けんだろう。誰だ貴様は。私は陳光大、曹操の軍師をしております。ですが、あの男は董卓を殺せなかった。先が見えてしまいましてな。私が使えるべきは、使えるべきは董卓を撃てるような器の大きなお方。どうかどうか呂布殿の軍師としていただけないでしょうか。軍師といっても我らは国や兵を持たぬ流浪の身。とても貴殿の期待に添えるとは思えぬが。ご安心を。今曹操は徐州を攻めており、遠州はほぼもぬけの殻。今こそ遠州を取り、呂布殿ご自身の国を持つのです。貴殿は曹操が留守の隙に遠州を奪えと申すのか。まさしく。呂布殿に必要なのは戦を起こすための地盤です。国を持てば自らが望むように戦を起こせますぞ。それでお前の狙いは何だ。俺に曹操の国を奪わせて何の得になる。私は自らの名を天下へ轟かせたいのです。呂布殿の武と私の地があればそれも叶いましょう。天下を滑る最強の武人を支える名軍師、それこそが私陳光大なのです。ふん、天下。今いる奴らを全部俺が叩き潰せば俺の天下だ。つまり俺が最強であることの証明にもなる。まさしくその通りですぞ。さあ呂布殿、遠州より始めるのです。我らの頂点への道、天下への道を。いいだろう。お前の考えに乗ってやる。行くぞ。遠州を曹操から奪い、何者にも邪魔されぬ俺の国を得る。
私は陳竜大衆長博殿といささかいささか懇意にしておりましてな。彼の説得により遠州にいる諸侯たちがこちらへと寝返ってくれました。おかげで苦もなく苦もなく牧羊を得られましたな。その方を聞いた曹操本隊は徐州の戦を切り上げこの遠州へ急行しているとか。ふん、ならば俺が徹底的に叩き潰してやる。この遠州の要所は牧羊とその南の帝都ですぞ。この二箇所を押さえれば我らの勝利となりましょう。つまり牧羊を守りつつ帝都を攻め落とせばよいのですな。ですが曹操軍は強大、我らは貨幣、うまくいきましょうか。長領、つまらん心配をするな。俺がいれば負けることはありえん。行くぞ。曹操を叩きのめし、この地から追い出してくれる。ふん、曹操、慌てて帝都まで戻ったか。行くぞ。奴を遠州から追い払ってやる。何やら辺りの港が騒がしいな。確かめに行くぞ。国だぞ。おめえらみんな追い出してやるだ。呂布の野郎をこすっからい真似しやがって、わしがぶっ飛ばしてやる。拠点の奪還に取り掛かるとしよう。さて、ここではどんな手が有効かな。守りが固いとは。戦力を集中させて順に片付けるしかないか。ここを抜かれては都合が悪い。消えてもらおうか。
敵を十分引きつけられたな。それじゃあ伏兵諸君、拠点を押さえてくれ。伏兵で拠点を奪うのが狙いだったな。まんまと誘い出されてしまうとは。今日なんて使う奴らに負けるかよ。納得がいかねえ。成果を上げられないまま撤退とは。もう少し効果的な手があれば。この場は撤退する。続いて次の手。敵将討ち取ったぞ。死ぬザコども。ふん、無様だな、ソーズ。演習はもはや俺のものだ。見事な戦でございましたぞ、呂布殿。帝都を抑えた今、演習は我ら。ふん、こんなものは肩慣らしに過ぎ。次で、伝令、牧羊がソーズ、我らの本隊が帝都へ向かった隙に一気に攻め落とされた。なんと、牧羊が奪…騒ぐな。奪い取られたのならば奪い返すまでだ。行くぞ、神宮。しばしお待ち。ここで帝都を離れては、今度は帝都が取られてしまいます。このままでは取って取られての状態となり、兵力で劣る我らの敗北は必死ですぞ。ここはひとまず演習を離れましょう。ふざけるな。
俺は勝ったんだぞ。なぜ僕よ落とさ。お怒りはごもっとも。しかし先の戦が終わったばかりで我が軍は疲弊している状況です。我らの天下への道は始まったばかり。国は遠州だけではありません。私が必ずや別の国を奪ってご覧に入れます。どうかここは引いてくだされ。そう、いつか必ず貴様を打ちのめし、陳旧、さっさと次の位は。おまこの徐州を治める劉備はその人柄を認められ前の君主董賢より地盤を受け継ぎました。仁徳の領主と名高い彼ならば必ずや。ひとまずのウロはしのげそうだが、その後はどうするつもりなのだ。今劉備は炎術の進行を受けているようだ。我らは炎術と。ふん、あの腰抜けとの戦などつまらん。もちろん炎術と戦おうとは考えて、我らが戦う相手は。皆様、遠路はるばるようこそおいでくださった。炎州での戦過酷だったと聞いております。どうぞこの徐州で疲れを癒してくだされ。劉備殿、お気遣い心から。疲れが癒えた暁には共に曹操を討ち果たしましょう。その話はまた後日にいたしましょう。我らはこれより炎術を迎え、ここには弟の張飛を置いていきます。陳旧、本当にやるつもりか。もちろん、こたびの敵は炎術ではなく劉備です。劉備は貨幣ながら曹操の攻撃を防いだこともあります。彼とその義兄弟の実力はなかなかのもの。きっと呂布殿にも満足していただけるでしょう。遠州と同じく劉備の留守に徐州を奪う、そしてこの徐州から再び天下を目指す。まさしくその通りです。私の知略と呂布殿の武をもってすれば、我らは盗っ人と呼ばれてもおかしくないな。だが父上が望まれるならば、私は誰とでも戦いましょう。お前たち、いつでも戦に。俺の国、俺の天下のため徐州を奪い取ってやる。留守番の張飛は暇を持て余している様子。そこで彼の好物である酒を送っておきました。おそらく今頃は大いに酔っていることでしょう。ふん、くだらん真似をしよって。俺に酔っ払いの相手をしろというのか。呂布殿、一時我慢してくだされ。本当、徐州を得れば、そうそう、劉備、敵はよりどりみどりですぞ。これ以上流浪や居候を続けては兵たちの士気も下がりましょう。呂布殿、ここはひとまず。私もこの徐州を寄進の国とするため。行くぞ。張飛を叩きのめし、徐州を。劉備の留守に可否を奪う。徐州を俺の国にしてやる。
上々ですぞ。これで城内の将兵は皆酔いつぶれるでしょう。俺しき造作もないわ。これよ。さすがさすが、呂布殿の武にかなうものなどおりますまい。気持ち悪くて動けねえが。さて、お風呂野郎、兄者の恩を仇で返そうってのかよ。なあ、襲撃か。わしがもずれてうまく戦えない。俺様が相手だ。覚悟しやがれ。しやがって。やい、呂布、もう一度一対一で勝負しやがれ。酔っ払いはいいだろ。今度こそ差し向かいで消し飛ばしてやる。兄者たちがいない隙にこの火器をかっぱらうつもりかよ。たつムカつくぜ。一つはおめえを迎え入れた兄者を裏切ったこと。そしてもう一つはこの縁起と張飛一人が相手なら勝てると思いやがったことだぜ。よって鈍ると雑魚以下だな。なんだぞてめえ。長飛様、
引きましょう。ふざけんな、俺はまだ戦える。敵野郎、リャフ覚えとけよ。これでこの火碑は俺のものだ。助手はこれで我らの。リョフ殿、あなたの、あなた、これでようやく我らは夜地を得たのか。つまらん、酔っ払い一人倒したところで何の面白みもないわ。神宮、さっさと次の戦いを用意しろ。リョフ殿、焦ってはなりませんぞ。陛下を狙うには地盤をしっかりとしっかりと固めなくてはなりませぬ。天守を攻めきれなかったのは呂布殿の分が劣っていたからにあらず、我らの兵力が劣、今は陳宮殿の言う通りこの地で軍備を整えるべきでしょう。ふん、勝手にしろ。だが俺はあまり長くは。徐州を取ったまではいい。この後、俺は誰と戦えばいいのだ。無論、無論、当面の敵は以前曹操は父親の仇討ちと称し、しかしその実は単にこの地が欲しかった。曹操は必ず我らと剣撃を交えるでしょう。曹操、確か帝を自分のところに迎え、その勢いは天下に随一と。若くして孫権の後を継いだ孫策も気になるところ。高騰を瞬く間に平定し小覇王と呼ばれているとか。武を競う相手としては不足はないか。ふん、曹操には遠州の借りがある。奴は徹底、それから孫策、小覇王などといい気になりよって、すぐに俺が格の違いを見せてやる。皆様の武と私の知望が揃えば敗北など。いざいざ、このまま天下までひた走り。徐州を手に入れた。次はこれから遠州を攻める。お待ちを呂布殿、次期焦燥にご。曹操の力はいず力だと。俺の部があれば十分だろ。お前は俺の戦を整えればいい。くだらん意見をするな。遠州での曹操の卑劣戦となれば真っ向勝負を避け、呂布殿の武を発揮させぬ。それが曹操ですぞ。その卑劣な策を封じるためにはこちらも強力な軍を組織せねばなりませぬ。陳宮、お前は勝手に劉備を勝敗に置いたらしい。俺はここまでお前の言う通りにしてきた。だがお前は俺に意見をしたり勝手な真似をしたりする。俺はお前の配下ではない。父上、落ち着いてください。呂布殿、曹操はもちろん不具大天の敵ですが、この徐州を狙っているらしく、今もまた軍備。あんな雑魚との戦など。だが俺の前に立つなら相手になる。長領殿のおっしゃる通り、我らが警戒すべきは炎術で、今は炎術に目を。炎術が徐州に侵攻してきました。どうやら
劉備殿のいるし炎術、俺には勝てぬ卑怯な雑魚、俺が火呂布殿、今炎術と戦っては戦ってはなりませぬ。炎術と戦うなだと？それは助手を得たとはいえ、我らの軍備はまだまだ早々に劣ります。ここで炎術と戦い消耗しては、曹操に攻め込まれた際に、え、お前は俺にどうしろという。我らがなすべきは劉備殿と炎術を仲裁することです。さすれば徐州の領土は安泰、消耗も仲裁、戦いをやめさせるのか。だが我らにそんなことができるだろうか。呂布殿の武威があれば必ず。今行くぞ。この俺が敵を潰さずに仲裁するだと？くだらん、さっさと終わらせるぞ。炎術軍は火碑の近くまで攻め入っているか。まずはそこより味方を救援していこう。
わしに盾つくとは愚かな。劉備もろとも滅ぼしてくれるわ。邪魔をしよって、わしの計画が台無しではないか。くだらん戦は見飽きた。演じず兵を引け。さもないとここで切り捨てる。敵将討ち取ったぞ。演じず劉備、貴様らのつまらん戦はここで手を引け。さもなくば、分かった。劉備、お前も依存はないな。ここは呂布殿の申し出通り、兵を引く。よし、分かったならさっさと帰れ。俺の国で二度とくだらん争いを。この戦ではっきりと分かります。それを我らはわざわざ潰さずに仲裁して引かった。これは大きな大きな貸しを作ったと。陣休、お前はもしやそのために父上に仲裁させ。全てはこの地を失っては天下はつかめません。呂布殿に何の憂いもなく武を振るっていただくため、私はあらゆる。潰しちまうか。お前らついてこい。呂布殿、劉備が曹操の招きに応じ徐州を離れたと。それを機としたのか、曹操の軍勢がこちらへ向けて動き出し。劉備め、勝敗に置いてやった恩を忘れ。陣休、急ぎ戦支度をしろ。奴らを。呂布殿、劉備は徐州をこの地を知り尽くした男。それが曹操と組んだとなれば一筋縄ではいきません。我らも兵力を増すべく、ここは演術と手を組むべき。演術には貸しがあります。今こそそれを返してもらいましょう。あんな雑魚と手を組むだと。ふざけるな。劉備も曹操も俺が。無論差し向かいならば勝てましょう。しかし今の戦力差ではまともに勝負できませぬぞ。私は呂布殿が最強の武を存分に震えるよう舞台を。チェ、勝手にしろ。父上、曹操の先鋒がすでに徐州に入りつつあるとのこと。猶予はあまりありません。急ぎ演術のもとへ向かい話。ふん、陣休、くだらん話し合いはお前がやれ。俺は。父上は相当苛立っている。国を持てば自らの望む戦ができる、そう思っていたのに現実はその逆だ。私とて呂布殿を不快にさせたいわけではありません。全ては呂布殿のより。分かっている。お前を責めるつもりはない。ただ一日も早く父上がご自分の望まれる戦いができるといいのだ。
早急に炎術殿との同盟を結びます。いざいざ受信へ参りましょう。くだらんことは全部お前がやれ。俺はただ敵を蹴散らすだけだ。曹操は我らの動きに気づいているはず。奴らの介入には気を配らぬ。曹操軍やはり来たか。お前たちの相手、真の娘が務めよう。殿の命を果たせませんでした。よからぬこと考えてんのは分かってんだぜ。さあ、おとなしくしてもらおうか。数ではこっちが勝ってたのによ。同盟済ませるわけにはいかない。さて、どんな感じでぶっちめてやろうか。演術と組むたらよくらしくねえな。まあ俺がここで止めちまうんだけどよ。同盟が結ばれるなど悪夢だ。なぜ俺は止められない。言ったぜ、ここで負けるかよ。次はこうはいかねえからな。敵将討ち取ったぞ。両軍の演術も曹操様の邪魔をするだか。大乱許さねえぞ。これ以上敵気にさせるわけにはいかない。少々やしがれたぞ。呂布と炎術が組めば今のうちに手を打っておくべきかな。知られざるぞ。敵将討ち取ったぞ。やられちまっただ。曹操様止めよ。曹操軍は全て片付きましたぞ。それでこれで炎術も我らを迎え入れるかと。つまらん戦だったわ。さっさと受信に向かうぞ。
を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。やれやれ、やっと樹春にたどり着きましたな。さあ、炎術殿との会談に臨みましょうぞ。ふん、全部お前が済ませろ。俺は何もせんぞ。何？お前たちはわしとどう？この前は偉そうに仲裁したかと思えば、曹操が攻めてきた途端急にすり寄って、日和見も甚だしいわ。そんな奴らとわしが手を組むと？我らも炎術殿も曹操を倒したいという思いは同じ。ならば、ならばここは手を組み互いにいかがでしょう。悪い、うん、理屈は通っておるな。よかろう。そだが、また日和見で裏切るとも限らん。同盟の証として人質を差し出してもらおう。お前は確か呂布の娘だな。お前、わしの息子と婚姻を結べ。そうすればわしも裏切られる心配がなくなる。依存はあるまいな。ふざけるな。なぜ霊気を嫁に出さねばならん。寝言をほざくなら今ここで消してやるぞ。お待ちください、父上。私が嫁げば同盟を結ぶのだな。いいだろう。だがそれは私たちも。霊気？何を言っている？全ては曹操を倒すためです。うん。炎術との約束など後からどうとでもなりましょう。今は曹操と戦うにあたり憂いをなくすことが第一です。ちぇ、お前も陳旧も勝手な真似をしよって。二度とこんな真似はするな。さっさと城へ戻るぞ。呂布殿、ついに、ついに曹操と劉備の本体が動きましたぞ。やはり彼らは徐州を知り尽くしている。こちらの砦がことごと、可否が完全に包囲されるのも時間の。ふん、わざわざ俺に倒されに来るとは。バカな奴、攻め込む手間が省けたわ。陳旧、呂布殿、状況がお分かりか。今我らは窮地に陥ろうとしているのですぞ。包囲される前に手を打たねば、こちらの敗北は必至。ここは盟友の炎術殿に援軍を要請し。もう余計なことをするな、陳旧。ようやく俺の望んだ戦ができるのだ。くだらん手出しは誰にも望まれている。この
窮地を。呂布殿、国の危機、国の危難なのです。このままでは、このままでは。陳旧、なぜ負ける前提で話をする。ここで奴らに勝てば、俺は誰にも負けん。それ仲裁だ同盟だなどとくだらんことはもう終わりだ。今度こそ俺は俺のやりたいように戦う。呂布殿、ならばここは呂布殿の部を、最強の部を信じるほかありません。曹操と劉備の連合軍はすでに可否まで到達。この城を囲むように我らの物資も底をついており、これ以上城にとどまるのは厳しいかと。ふん、これ出るぞ。包囲など。しかしあれだけの軍勢を要、曹操め、何か。呂布殿、ここは慎重に、慎重に動かねば。敵の思うつぼに。なぜ臆病なネズミども相手。言ったはずだ陳旧、俺は俺の戦いたいように戦う。はっはっ、可否城周囲の水門が敵によって破壊されました。行き場を失った水がこちらへと押し寄せています。なんと、敵が一息に攻めてこなかったのも水攻めを狙って。はあ、嘆いてる暇はないぞ陳旧。城が水没するとなれば、急ぎ兵たちを逃がす。外へ出れば敵が、中にいれば水が襲ってくる。活路はもはや。つまらん心配をするな。包囲を打ち破れば活路などいくらでも開ける。しかし曹操はまたしても卑劣な策で呂布殿の部を無力化せん。陳旧、お前はただ俺が戦える部隊を整えればいい。この俺の部とお前の知恵があれば天下を取れる。そうだな呂布殿。攻め寄せる敵を全てねじ伏せ、最強であることを証明する。ようやく俺の戦いができるのだ。行くぞ俺。この俺を止められると思うな。出るぞ。曹操を叩き潰してやる。なんと凄まじいものよ。
果実を借りを返せなんだか。また引かなきゃならねえのかよ。になったら呂布に借りが返せるんだ。ふん、束になったところで雑魚は雑魚だな。行くぞ、さっさとここを出るぞ。俺は誰にも負けん。おお、素晴らしきお働き。今まで身体極まったか。このままでは味方との合流は厳しいな。先の迷惑に従い、わしが助けてやろう。呂布よ、十分感謝するのだぞ。気を切らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。消えろ。気を切らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。要所を落とせば流れは我らに傾こう。みんな一息に攻め込むぞ。消えろ。総分裂が相手となろう。覚悟せよ。気を切らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。なんとか窮地は脱したな。急ぎ本体と合流しなくては。俺は誰にも負けん。父上、お見事でございます。気を切らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。戦場では多角的な視点が必要だ。あちらの様子も確認してこよう。気を切らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。曹操殿には触れさせぬ。我が部の髄をもって打ち払わん。曹操様はおいらが守るだよ。メラなんかに負けねえぞ。目の前の敵を倒すことしか考えない。それで夏を渡れると思うな。ここまで来たことは褒めてやる。だが我が機械がある限りこの首は取れんぞ。しまっただが、ごめんよ、曹操様。俺は誰にも負けん。
父上、お見事でございます。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まれる。最強の武器、真の三国無双です。呂公や巨長すら退けるか。さすがは鬼神の軍よな。鬼神の軍、さすがの凄まじさよな。だがやはり貴様はここで死すべき男よ。ふん、負け惜しみはそれだけか。そうそう、死ぬのは貴様だ。鬼神呂布は可否に攻め寄せた曹操軍を蹴散らした。だが戦勝に喜ぶ間もなく大軍勢が押し寄せる。曹操劉備配下の精鋭が呂布を討つために再度攻めてきたのだ。呂布軍はその勢いに押され可否城に押し込められる。敵は天下の豪傑たち。城は水攻めを受け落城寸前。それでも呂布の顔には余裕があった。やはや曹操め、実に実にしたたかですな。あれほどの陣容、今の天下を見渡してもそうはありますまい。玉殿、これぞまさに窮地、窮地と言えましょう。窮地、望むところだ。強き御仁と刃を交えるは我らにとって無常の喜び。軍戦及ばず敗れるならばそれもよし、死すべき時は潔く死ぬまで。そうであろう呂布殿。ふん、長領、くだらんことを考えるな。俺が負けるなどありえん。相手が強かろうが大軍だろうが、すべて打ち砕く。それだけだ。両方戦の無双の武、天下に示してやる。